山国神社は、京都市右京区、京北地区にある神社。794年の平安戦都に際し木材を山国蕎より運ぶこととなり、法記年間に修理職が本殿を造営したとされる。造営に際し、和家清丸が採取として奉仕した。1016年三条天皇から新遺跡一位を贈られご祈願書として、菊花の紋章が贈られた。この門は、 周期霊祭の越しなどに見られる。厳平の乱により破壊されたが1233年、四条天皇により再建される。しかし1333年、現行の乱によりまたも破却される。1370年に、足利義満の信、細川頼之が山国僧に撤居し、3年後復職の折に本社復興を失踪し、1399年に、 社殿を復旧し臨時を賜る。この時、足利義満が丸に二つ引きの門を奉納し、以来この門章を神社の門章とする。その後戦国時代に破壊されるが1596年、御用税天皇により再建される。1873年号社に、1900年腐社に、劣格された。この間、山国大政軍佐田人、藤野仁氏が宮司となった。 現在は、ひとしのやしゃごが宮うをついでいる。10月第2日曜日観光祭、京北町市編纂委員会、京北町市京北町、1975年476ページ、山国神社。ありがとうございます。